リラック屋の花澤です。本日は足のセルフマッサージをご紹介します。こちらのアロマテラピーで気持ちいい暮らしを参照しました。それでは蒸しタオルで温めていきますね。この工程はないんですけれども、まあ、足をきれいな状態にすることと、温めて筋肉をリラックスさせるためにですね、蒸しタオルあるいはまあ足湯などで一度足を温める方がいいと思います。指の間などもちょっと広げて拭き取るようにしてください。はい、次にオイルを塗っていきますね。足に全体にまんべんなくオイルを下から上に向かってすり上げるようにして塗っていきますね。そんなに厳密なものではないので、まずは塗り伸ばすということで、足先から腿まで付け根までですね、できれば伸ばしていってください。やりやすいように、とにかく下から上にさすり上げながら塗り伸ばすということですね。足先から太ももまで。全体にきちんと伸ばすようにしましょう。外側も裏側も内側も。で、塗り伸ばしましたら、膝のくぼみのところから指3本分外側のところに足の三里というツボがあります。異形のツボなので、胃のトラブル、あと足の疲れ、万能ツボでもありまして、それ以外にも、呼吸器系ですとか精神的なトラブルにも緩和作用があると言われています。ここしておきますね。で、同じようにこちらの足も、こう順番は
左足を終わってから右足というのでも、右と左を交互にというのでも構いません。セルフマッサージですので気楽にやってください。こちらもこのくぼみから3本分外側にあります。ここが、足の三里という異形のツボです。ここがちゃんと押せるとここにビーンと響く感じがあります。万能ツボですので、いろいろな全身の、症状とか不調に効いてきます。丁寧に押してあげましょう。はい、またお湯取りまして、手を交互に使ってふくらはぎを撫で上げますね。この方にやってもいいですし、このように足を台などに乗せて、で、このように、手順は同じですけれども、足首から膝裏に向かってふくらはぎを手を交互に使って撫で上げる。その自分の楽な姿勢ですね。しゃがんでてちょっと腰が辛いようだったら椅子などを使って、椅子に座って台に乗せてとか、床でやった方がやりやすければ床に座って、どちらでも、やりやすいようにやって構いません。いずれにしても、筋肉の力が抜けている状態が望ましいので、どっちの方が自分はリラックスしてできるか、楽にできるかというのを重視して、行うようにしてください。このようにふくらはぎを上げ上げましたら、さっきは外側のこの足の三里をしましたけれども、今度は内側ですね。三陰交というツボがあります。この内くるぶしのところから3本分上にあります。ここをしますね。婦人の三里とも言われまして、特に婦人科系の疾患ですとか症状、冷え、むくみ、便秘、下痢といった症状を緩和する、改善するツボです。ここをしっかりと押しますね。こちらも同様に撫で上げてからの指3本分上ですね。内くるぶしから3本分上のところを押します。婦人科系や便秘、下痢、冷え、むくみ、こちらを改善するツボです。膝から上を全体をこのように撫で上げますね。厳密な決まりはないので、やりやすいように、気持ちのいいように、リンパの流れというのは非常にゆっくりしたものなので、あまり速くしないようにということを気をつけた方がいいですね。あまりさっ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 とやってしまうと、リンパの流れに乗せることができません。丁寧にゆっくりと行った方が、弱い力で大丈夫なので、じんわり手の重みぐらいで滑らせるような、ゆっくり自然に滑らせるような感じがいいと思います。こちらも膝上の内側、全面
横と外側というふうに撫であげますね。こういったことをするときにテレビ見ながらとか何かしながら音楽を聴きながらとかっていうふうにしようと思う方もいると思うんですが、できれば自分の体に意識を向けてやった方が効果があると思います。どこが冷たいなとか、ここは硬いな、ここは気持ちいいなという一番自分のいい力加減とか必要な場所というのを、ケアが必要な場所というのをじっくりと意識していただいて、感じ取っていただいて、そこに愛情を持っていたわるような気持ちで優しく、気持ちよくやるということが一番効果的だと私は思いますので、あまりこう手順にこだわったり、テレビの方とか他のことに意識を向けてしまわないで、自分の体の気持ちよさ、快適さで体の状態というものを理解する、いたわる気持ちで、優しく気持ちよく丁寧に行うようにしましょう。この膝上を流すっていうのが終わりましたら、今ですね、足を揉みます。両手で揉みますね。全体的に揉んでください。手のひらを使って、特にこの内ももは余分なお肉がついてしまうので、であとこの太ももも張りやすいので、それぞれその状態の違いを見ながら、程よく行いますね。この親指側を使うと疲れやすいので、小指側を使う意識で、やるといいと思いますよ。ちょっと脇を締めて、腕も一緒に使って揉むような感じですね。あと密着感を強くする方がいいと思いますね。しっかりなるべく手を広くあてがいながら、揉む、撫でる、どれもどの時でもですね、あんまり指先だと手がすごく疲れるので、
時もこの根元からぐっと力入れて挟むような感じですかね。で次にですね、両手で、こう上に裏側の肉を前面に向かってさすり上げる、持ち上げるっていう感じですね。こういう感じです。裏側から表側に持ってくる。引き上げるっていう感じですね。こちらも下から上に、裏側から前面に両手で引き上げます。いよいよ最後のステップですね。こう親指に力を入れるようにして前面を上にさすり上げます。ここですね、こうです。指でちょっとしっかりと少し食い込ませるようにして滑らせます。この辺が全体当たりますね。はい、以上ですね。ここで終わりにしてもいいですし、今までの工程を、もう一度繰り返しても、もちろん大丈夫です。このような形でセルフマッサージ、足のセルフマッサージは行います。舐めて蒸しタオルで拭き取ります。
ぱりオイルトリートメントを行うと肌の透明感も上がりますし、肌がやっぱりしっとりして全体的に張りや弾力が出ますね。それとやっぱり冷えも改善されてきますので、そのような症状にお悩みの方は、ぜひ、オイルトリートメント、リンパマッサージといったことを生活に取り入れてみるといいと思います。いかがでしたでしょうか。以上です。ありがとうございました。